オーカージェリーはテーブルトーク RPG ダンジョンズドラゴンズに登場する架空のスライムである。第3版ではオード色のゼリー、第4版ではオード色のゼラチン状物体と訳されている。このスライムはダンジョンのあらゆる隙間から生い出て生きてるものも死んでるものも不差別に捕食する。オーカージェリーのイラストオーカージェリーは同じスライム状のモンスターである。 ゼラチナスキューブなどと一緒に、ウーズとして紹介されることが多い。オーカージェリーは1974年に発売された、最初の D&D、いわゆるオリジナルダンジョンズドラゴンズ内の、ボリュームに、モンスターズトレジャーが初出である。その後、ダンジョンズドラゴンズベーシックセット、1977、1981、1983、 日本語版は83年版、ダンジョンズドラゴンズ・ルールズ・サイクロペディアといった、クラシックダンジョンズドラゴンズと呼ばれる一群にも登場している。アドバンストダンジョンズドラゴンズ第1版では、モンスター・マニュアルに登場。ドラゴン104号では強化版オーカー・ジェリーが紹介された。AD&D 第2版では、モンストルス・コンペンディアム・ボリューム1の、ウーズ・スライム、 ジェリーの欄に、グレーウーズ、クリスタルウーズ、ゼラチナスキューブ、グリーンスライムと共に登場し、モンストルスマニュアルに再掲載された。D&D 第3版では、モンスターマニュアルに、グレーウーズ、ブラックプリング、ゼラチナスキューブと共に、ウーズとして登場し、3.5版でも改訂版、モンスターマニュアルに登場した。D&D 第4版では、 モンスターマニュアルにゼラチナスキューブと共に、ウーズとして登場している。また、エッセンシャルズのモンスター集、モンスターボルトでも、ゼラチナスキューブ、グリーンスライム、ブラックプディングと並んで紹介されている。D&D 第5版では、モンスターマニュアルにブラックプディング、ゼラチナスキューブ、グレーウーズと共に、ウーズとして登場している。パスファインダー RPG では、 ベスチーリー1に登場している。D&D 第4版デザイナー、ロブハインソーとジョナサン・トゥイートによる D20 システム仕様のファンタジー RPG13th エージでは 13th エージ RPG コアブックにてブラックプリング、ゼラチナスキューブとともにウーズとして登場している。オーカー・ジェリーは不定型だが一般的な個体は体長15フィート厚みは6インチ。 体重は5.6ポンドほどある。黄色と大色が混ざり合った景色悪い色をしたアメーバ状の生物で、その実を様々な形に変化させることができる。オーカージェリーは迷宮のあらゆる隙間から染み出ては襲いかかる捕食者である。原生動物であるオーカージェリーには知性はなく、属性は真なる中立である。オーカージェリーの肉体はとても柔軟で、 0.5インチから1インチほどの隙間があれば入り込むことができる。その特性を生かして、扉や石壁の隙間、あるいは天井から獲物に襲いかかる。また、横に移動する際はその体を休憩に丸めて転がることもできる。ただし、その重さから壁を登ることができないのでおのずと、迷宮の底へと降っていく。迷宮の住人は、この厄介者を防ぐために、 住処かの隙間を塞ぎ、要所に、松明や火鉢を置いて防御している。戦闘になれば、オーカージェリーはその巨体を持ち上げて、相手を包み込もうとする。その体から分泌する酸性の消化液は、肉だけを溶解させることができる。だが、戦闘において真に厄介なのは、原生動物であるがゆえに、攻撃を受けると二つに分裂し増殖してしまう点に、ある。だが、 増殖したオーカージェリーの生命力もまたに分割されてしまうので弱体化はしている。迷宮の住人の中にはこの捕食者を門番代わりに利用する者もいるが制御が難しいためにあまり歓迎はされていない。ありがとうございます。